ふうって、あのラグビーで、スーパーラグビーでサンウルブルズの試合で、の時スクラムでこうやって組んだ時に、いつも、ふうってやるんですよ。で、これがまた、この声は爆音で、チューブの部屋とかでやってますから、相手チューブすごい影響力受けちゃってね、耳がこうやって当たってね。私の爆音で周りもみんなほうほうってやるから、それでね、あのやっぱりいいなと思ってね、ラグビー、今年ラグビーはワールドカップ今日家に届いたみたいなんですけど、12試合買ったんですよ、全部あの一番高い席で、うん、でもう9月10月はもう全国移動になりますから、全国の移動で、だからプロレスは本当に見ないんですよ、9月10月は本当に。だからあの結局ラグビーもう一緒にちゃう、一度のことですからね、もう、ふうふう盛り上がっていきましょう、盛り上がってね、な盛り上がっていきましょう、これね、あのこれね、やっぱりこういうものはダメですね、うんうん、私も人のこと言えないんですよ、声でかいからね、人お声でかいから、電車の中で喋る声がでかいから周りの人が嫌がるんですよ、ね、声がでかいからね、昔からでかかったんですよ、ほんと声が、うん、だからすぐ、うん